こんにちは、ゆーぽんです。今日はね、ちょっと眼科に行ってきます。で、まあ、事情はね、ちょっと眼科に行ってからお話をしたいと思うので、ちょっと時間がないので、ちょっと眼科にね、今すぐ行きたいと思います。では、後ほど行ってきます。眼科から帰ってきました。今、コンタクトは何も入ってなくて、ちょっと本当に見えない。見えないんだけど、まあ、今回話すだけだから、まあこれでいいんですけど、とりあえず今日眼科に行って、まず、視力とか、まあ、コンタクトのサイズとかも測って、まあ主に今回のメインは、まあね、今年に入って2月下旬ぐらいからもうおかしくて、何がおかしいかっていうと、コンタクトって、まあ、あんまずれないんだよね。サイズが合わないか何かじゃないと。でもなんか、こうやって、パってこう、瞬きすると上にね、ずれちゃうの。で、それが、もう2月下旬からずっと、今もそうで、でもさすがに耐えれないと思って、今日は診断しに行きました。で、結構ネットとかでも調べたのね、上にずれるって。で、それっぽいの書いてあったから、でもほら、病院に行かないと確実かわかんないじゃん、原因はね。だから、今日行って、まあ、今回結果をね、お話しします。と、診断した結果。アレルギー性結膜炎でした。で、アレルギー性結膜炎っていうのは、まあ、結膜炎って結構感染するっていうイメージが強いと思うんですけど、アレルギー性結膜炎はそういうのじゃなくて、もともとハウスダストのアレルギー持ってて、なんかホコリとかダニとかカビとか、もうほんとハウスダスト系だよね。なんかそこから来る炎症と、あとはコンタクト。まあ、この2つだと思う、私の場合は。で、確かに今原因考えたら、だいたいなんか目にゴミ入ったなっていう時にずれたりすんのね。そう、だからそう考えてみれば、まあ、ホコリと、あとはコンタクトの原因もあるのかなと思って、アレルギー性結膜炎は、これね、まぶたの裏を裏返しにしたらわかるらしくて、ボツボツがあったんだって。もうボツボツできてて、これはアレルギー性結膜炎ですね。で、そのまぶたの裏にボツボツがあるせいでコンタクトが引っかかってずれちゃったみたいです。それが原因だって。いや、調べた時も、なんか、アレルギー性結膜炎なんじゃないかっていう。その、上にずれる人と下にずれる人があって、上にずれる人は、結膜炎。らしい。で、下にずれる人は、サイズが合ってなかったりとか、なんだって、まあ、サイズ合ってない人が下にずれるっていうのが多いらしいです。そうで、上にずれるって調べたら、結膜炎って出てきて。アレルギー性結膜炎って出てきて、いや、マジかこれだったらどうしようと思ったら、見事にそれでした。だから、今日はね、目薬もね、もらってきました。2種類の目薬です。これですね、ガチ風呂っていう。1日4回。つけて、で、これつけて5分経ったら、もう1種類の目薬をつけてくださいと。で、もう1個はね、なんかよく振ってからつけてくださいって言ってた。フルオロメトロンっていうこれ。で、1週間経って、また、眼科に来てください、とのことだったんで、とりあえず、コンタクトは絶対つけないでくださいって言われたの。だから、ちょっとしばらくは、まあ、ゲームを主にやるか、裸眼で商品紹介するかって感じなんですけど、まあ、LINE ライブとかもね、裸眼になっちゃうんですけど、すみません、本当にお見苦しい面とも。で、さすがになんかライブ配信メガネは嫌なんだよね。だから、マジで何も見えないけど、LINE ライブの場合はスタンプでごまかせるからね。まあ、裸眼でね、ちょっとしばらくはやりたいと思います。まあ、1週間経っても治んなかったら、まあ、また引き続き、裸眼でって感じだけど。ただなんか結構、痒いって言われるじゃん。アレルギー性結膜炎って。なんか特に痒いっていうのはなくて、ちょっとたまに痒くなるぐらいでめっちゃ痒いっていうのはない。ただ痒くても書かないでくださいねって言われた。バイキン入っちゃうから。なんで、まあ今日からね、裸眼、まあメガネで生活していきます。ということで、私の目ん玉の、ご事情でした。これから裸眼でよろしくお願いします。多分主にゲームチャンネルやると思うから、ゲームチャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。ほんとね、皆さんもね、目にはほんと気をつけてください。意外とホコリとかもね、目やられるんで。お気をつけてください。目をお大事にしてください。ということで、ご視聴いただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おつぱん。